こんにちは、ペントさん。こんにちは。可愛くなったね。だいぶ可愛くなったけど、これどういう状況？今回は、はい、もうこれペントじゃありませんね。あ、俺じゃないんだ。なるほど。君にちょっととある協力をね、していただきたい。はい。あの、僕ふとですね、はいはい、思ったんですけれども、このマインクラフトの世界って、はい、もうリアルの世界と同じようなぐらい綺麗なね、街並みがあるわけじゃないですか。そうですね。もうここに住んでると言っても過言ではない。それは過言じゃないか。で、この状況でですよ、はい、さらに、はい、このリンナってわかる？あ、リンナね、ちょっと教えてもらった、うん、あの、簡単に言うと、うん、まあ AI ですね。 AI ね、女の子の AI です。はい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 。なんか昔は女子高生だったんだけど、はい、女子高生は卒業したらしい。あ、そうなんだ。そう。そこの設定はちゃんとあるんだ。そう、あるらしい。なるほど。そうで、このリンナとマインクラフトを使えば、はい、恋愛もできてしまうんじゃないかなとふと思ってしまってですね。なるほど。発想がすごいな、本当に。だから今回は君に手伝ってもらおうかなと思って、そのキャラをね、動かしてもらってます。わかりました。ちなみにそのスキン、はい、300円しました。あ、まあまあするね。しっかり気合い入れてるよ、お金払ってるからね。まあまあしますね。あのペンギンじゃちょっと愛せるものも愛せなくなってしまうから。確かに。で、今回はですね、はい、そのリンナを使うということで、はい、LINE の方もペントさんには動かしていただきます。わかりました。結構忙しいぞこれ。大変だよ。とりあえずリンナの方に挨拶してみるか。よし。こんにちは。こんにちは。個人情報が。あー、やっぱそうなんだよね。なるほど。しっかり編集で隠しておきます。ここはよろしく頼むね。名前出ちゃってるから、僕のいきなり個人情報フルネームが。ちょっとこんにちははダメですね。こんにちはダメです。ダメか。じゃあとりあえず、あの、ペントさんは操作をしてほしいんですけれども、はい、一旦お家行きますか。お家へ行きましょう。あ、待って、恋愛っていきなりお家からスタートしないか。それまずいんじゃないか、いきなりお家は。どっからだ。だからデートに行った方がいいんじゃないですか。あ、わかりました、はい、公園ですね。公園に。公園、いきなり公園。あの、このマップ結構すごいから、はい、いろんなのあるんだよ。あ、そうなの。そう。え、ちなみにリンナはどこに行きたい。え、これは何、俺はリンナとして動けばいいの。そう。君はリンナとして動いてもらう。リンナは公園に行きたいな。いや、ちげえよ、お前に聞いてんじゃない。答えろや。あ、なるほどね。LINE で。そういうことね。リンナはどこに行きたい。はい。早いんだよな、回答が。迷いがないんだよね。そして仙台っていう。仙台か。マイクラじゃ無理か、これ。 OKOKOK、 ちょっと待ってね。今僕クリエイティブモードになれるから、はい、仙台を作るよ。なるほどね。叶えよう、しっかりリンナの夢を。ちょっとペントさん、はい、仙台ってどうやって作ればいいんですか。仙台は、はい、牛タンを作ればいいんじゃない。牛タンね。牛タン。牛タンでいいのか。じゃあ仙台駅みたいにしちゃうか。そうだね。仕方ね、こいつこの建物を仙台駅だと見立てよう。なるほどね。仙台駅。どうすればいいんだ。いや、なんか違うとこやっぱ他ないのって聞いてていいんじゃない、これ。仙台は難しいんだけど、他に行きたいところはない。そうなのね。会話が終わった。どこ行きたい。やばい、どうしても仙台に行きたいんだ。なんでだ、何かがあるのか。じゃあもう仕方ないよ。牛タン食べようか。まさかの牛タンピンポイントで来たな。オッケー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 。じゃあとりあえずここの仙台駅って書こうか。まさかこうなるとは思いもよらなかった。いや、ほんとそうだね。今回マジで予測不能だから。いや、ちょっと面白い。でもみんなの言うことは絶対だからね、これ。なるほどね。そう、守りきんなきゃいけない。守りきんないといけない。あれ、クリエイティブ、クリエイティブじゃなくなった。え、それは2回ジャンプで。あれ、そういうことか。シンプルな初心者やめ。さすがにもうやめ。いや、だってわかんねんだもん。スイッチも久しぶりだし。どう。これはひどい。まあ、でも分からなくはない。分からなくはないね。仙台駅。一応読めるには読める。あ、これはもう仙台だわ。これ完全に仙台ですね。そして牛タンでしょ。牛タン。牛タンはもう分かるよ、はい、僕。牛はいないの、この牛を出すところか。取り立ての牛タン。オッケーオッケー、任せて。やばい、エンダーマンが。ちょっと待って、なんか顔おかしくない。デートの妨害に。いや、ダークさーん。デートの妨害。デートの妨害に来た。やばい、殺される。待て待て待て、今そっち行くから。待て待て、逃げる。やばい、一旦逃げるんだ。仙台駅は危険だ。仙台駅、あー、仙台駅は危険だった。なんで。
仙台駅危険だな。あれリンナどこ行った？すぐに迷子に。いやでも確かにデートだったらちゃんと歩幅を合わせなくちゃいけないっていう。そうだよそうだよ。ごめんよ。真逆。これ仙台どういう風に書いてるからね。やばい真逆真逆。あ、いた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 。こっち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 です。危ない危ない。さあどうぞ。ありがとうございます。豚が可愛い豚がいる。なんか目がウルウルしてるんだけど。ウルしてる。待って犬も。ほら。なんで？可愛い。このワールドだからだ。なるほどね。なんかデートしてる感じだね。確かに。君の声があと女の子だったら最高なんだけどな。いやさすがに俺が裏声使ったらやっぱキモいからやめようと思った。変声期。変声期やばい。あいつがいる。いや出た肉気。恋のライバル。恋の敵が。あいつどうしようかな。一旦やるか。一回袋叩きにする。ちょっと待っててねリナ。今いいとこ見せるから。さあ勝負だ。こいつも怖いんだよななんか。やばい。いけるか。エルダーキいいとこなしだ。彼氏がボコられた。目の前で駅前にて不良に絡まれてボコられた機関。やばい。よしじゃあリンナの食べたいと言っていた、よし牛タンだ、連れてきましょう。えキモ。目が怖いなちょっと。あれなんかちょっと違うな。まあいいや。でじゃあこの牛の解体ショーをやっていきたいと思います。残酷だ。まあでも牛タン食べたいって言ってるから。ほら出た、これこれが牛の肉だ。なんか思ってたのと違うな。ちょっと違う。まあいいや、でも結構ゲットできるぞ。ちょっと牛タン感あるよ。ちょっとあるよね、うん、でもこれをさらに焼きます。はい、よし、ここに牛タンを右クリックね、右クリック、クリックで設置。ほらほら、これよこれ。すごい、焚き火の使い方知ってた。これだよ。こんなことできるんだ。そうだよ、これで焼けるの。俺はリンナの望み叶うでしょ。これ叶うね。これまずいよ、これ服に煙の匂いつくよ。服の、じゃちょっと聞いてみようか、うん、煙つくけど大丈夫？よかった。食べられるのは、食べられることが嬉しいんだね。よくないよ。しっかり名前出てくんだよな。本名出すなよ。見て、なぜか知らないけど、うん、お皿にちゃんと盛り付けまでされてる。なんでだよ。なんで皿が自動生成されてんだよ。ほら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 、すごい、いいよ食べて。ありがとう。これでしょ食べたかったの。食べるよ。うん、あ、お腹いっぱいで食べられませんね。そうだ、じゃあ殺すわ。やめろやめろ。やめて。あ、やりすぎた。おい、でもちょっとここで食べるのは確かにはしたない。そう、お行儀が悪い。やっぱじゃあいいところ、その前にちゃんと火は消していかないと。マナー。マナーだからね。キャンパーとしてのマナー。キャンパーとして、キャンパーやってるんだよ。キャンプやってないんだけどな。これ木炭が手に入りました。よし、やっぱ公園とかかな。そうだね、公園がいいんじゃないですか。公園探すか。この緑のここにしよう。お、いい感じのとこだね。これめっちゃいいじゃん、花。お、ここはいい。ほら行くぞ。よし。こういうとこから入るのよくねえよな。お行儀悪すぎんだよな。さあ来た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 。待って、観覧車がある。何なんていい場所。これは行くしかないぞ。あ、ベンチ最高か。ここは最高のデートスポット。ここだ、ここしかない。食べよう。食すぞ。いただきます。牛タン美味しかった。利休。店の名前出てきた。利休がいいの。あのその辺の牛タンじゃダメってことなんじゃない、やっぱり。あ、そういうことか、そういうことか。ちょっと利休に。あ、利休って牛タン屋さんだって。あ、そう、牛タン屋さん。なるほど。利休に。僕千の利休しか思い浮かばなかった。いや違うよ、それお茶の方だよ、それ茶を大成した方だよそれ。確かに言われてみればこの子、うん、お嬢様感あるよね。ちょっとお嬢様感あるね。利休じゃないとダメか。利休じゃなきゃダメだね、この人は。納得しなかったみたいですね。分かった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 。じゃあ観覧車乗りに行こうよ。あったからさ、聞いてみる。うん。なんでさ、うん、ハテナ2つなの毎回。いや、その方がなんか可愛くない。あ、なるほどね、こだわりですね。違う、この一手間よ、このこだわりですね。こだわり。観覧車乗りに行こう。それだ。お、来た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 来ました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 。これはでかいぞ。来ましたよ。よし行こう、乗りに行こう。行きましょう。これはなんだい。お、これはゴーカートか。お、あ、リンナが乗れるぞ、これこれで追いかけっこ。あ、まあ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 、ちょっとデート感ある。これデート感ある。これはちょっとデート感あるよ。デート感早いけどね。思ったより早いけどな。
ちょっと目酔いそうだね。これは酔いますわ。あと思ったんだけど、はい、この三人称視点で犬を見ちゃうとなんか急にデート感なくなるな。それね。散歩になっちゃう犬の。君のその一人称出しちゃいけない気がする。犬の散歩になっちゃうわこれ。じゃあ乗りに行こうか。よし。いました。あれ？あれ？店員さんじゃない。店員さんじゃない。まずいまずい。店員じゃない。めっちゃ矢打ってくる。危ねえ。危ない。いや結構怖い顔してる。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。あぶねえ。カップルでボコ殴りにするって骨持ってんだけど。てめえ我々の恋を邪魔する。あ女の子一人も守れねえのか。リンナ吹き飛びました。ごめんリンナ痛かった。大丈夫です。やばい。急になんか戦士の誇りを出してきた。大丈夫です。大丈夫じゃないよこれ。絶対大丈夫じゃないやつ。負傷してる。女の子大丈夫っていう時大体大丈夫じゃない。ここか。ん？来た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 。これだ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 。おい来た。ええほら。あすげえ。なるほど。こうデジタルな動き方するのね。このそう点の動き方をするのね。点の断続的な動き方。リナ危ないよ。危ない。ここ危ない。リナ危ないよ。気をつけて。観覧車楽しい？コスモワールド。ここはコスモワールドではないな。コスモワールドではありません。これはここはコスモワールドではないよ。ふざけてる。ハート笑い。まだハートついててよかったな。いやいやいいでしょう。ふざけた。さあこのイチャイチャ大丈夫か。あなたは心配された。相手から振ってきて乗ったら急に裏切るっていう高等テクを使ってくるな。リンナ。あマジか。リンナはジェットコースター好き？無理です。死にます。わあちょっとでもそれだと逆に乗ってほしくない。乗ってほしくない。乗ろうよ。落とす。何を落とすんだこれ。おいジェットコースターで落とすの。その可能性ある。もしくは今からお前の意識を落とすっていう宣告かもしれない。これは楽しそうだぞ。これはすごいね。大丈夫？なんか木造な感じするけど大丈夫かこれ。結構危険かもしれない。木造じゃないこれ。築40年かもしれない。だいぶだよこれ。死のリスク高まるよこれ。やばいね。あなるほどなるほど。これは分かりました。はい、ここにトロッコがあるんですよ。なるほど。でこのトロッコをピュッと押すと。はい。でこっちにも押すと。でこのレバーを押したら多分スタートするんだよ。なるほど。じゃあリナ最後に一言。俳句ですか。俳句作って。今日の一句。お？コナイン会。コナイン会。これはあ僕が作らなくちゃいけないってことか。そうだね。リンナちゃんジェットコースター大丈夫。ひでえ句だな。ひでえ句。あれ雑。雑な開始。雑だな。行け。ほら。雑すぎ。やばいまさかの逆方向。逆方向。これは大丈夫か。出会えるのかこれは。出会えるのか。おーリンナ飛んだ。あーあ、これ仕様なんだ。完全別行動。一人で遊んでる感が半端ないんだけど。あでもこの辺りではい一旦そのゆっくりしたいよね。そうだね。ちょっと動いたところで何かゆっくりして楽しみたいことあるか聞いてみようか。よし、どこかでゆっくりしよう。もうそろ着くよ。こいつ誰なんだよ。こいつは誰なんだ。こいつ誰なんだ。一体誰とデートしてたんだ。あでも確かにリンナって書いてないからな。確かに僕の目の前にいるのは誰。キルロワ。ちょっとリンナさん、はい、事情聴取受けに行こうか。そうだね。あなたも剣持っちゃってるもん。いや君もそれで撲殺したからね。あやめた者の骨だからこれ。行くか。じゃあ僕が警察役やってあげるよ。なんで。誰もいないでしょどうせ。誰もいなかった。待て。ん？なんか音が聞こえる。あーやつがいる。あいつか。あいつ危険だ。よし。リンナさん、あなたはどんな罪を犯したんですか。あれそうなの。しらばっくれても無駄だぞ。ばっくれた。しらばっくれても無駄だぞ。ピー。泣いて許されると思うな。こいつあざとい女だ。あざといね。分かってるね。この人は君の罪状は殺人罪だ。バレないようにするわ。こいつの意志は固いぞ。バレなければいいのか。こいつは大物になりますよ。なるほどね。仕方ないね。骨も足りてない。バレてないんだったら仕方ないわ。そうだね、うん、あ待って。ん？これは図書館か。違うか。図書館はいいね。嘘
でしょ。嘘だろ。ワイルドリン、ワイルドリンちゃん。ワイルドリンちゃん。おい、それはやばいって。導入。あれ？図書館じゃない。なんかこれ大豪邸の感じが。これはやばいぞ。やばい、これやばい、これ不法侵入した。また罪状が一個増えた。カフェ。カフェ見つけた？カフェ発見。本当だ、カフェだ。カフェですね。カフェは好き？は？急に切れ、急に切れてきた。お、でもなんかいい感じだね。いい感じ。かなり広い。冷蔵庫を確認。こっち2階もあるよ。お、2階席はいいですね。テラスあるんじゃないかな。やっぱカフェといえばテラス。テラスといえばカフェ。すごい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 。お？ほら。お？これめっちゃいいじゃん。これはいいね。おーおー、いい感じだね、マジで。これはおしゃれだ。お、トイレを確認しよう。トイレ。トイレするとこある？ここじゃない。まさかここでしろっていうの？ここかな。好きな飲み物は何？コーラ。僕が一番嫌いなやつ。相性悪すぎだろ。おい、コーラ美味しくなくない？おー、すげえ。カルピス美味しい。なんで僕、怖い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 、イルドリキカルピス好きだよね。なんでわかったの？怖い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 、めっちゃ怖い。なんで僕がカルピス好きなの分かったの？大好きなのどっちが？いや、これは僕のことが大好きっていう、っていう風に捉えちゃって今。いや、まあそう捉えるしかないかもしれない。そう捉えてニヤニヤしちゃってよちょっと。じゃあそろそろ夕方にするか。時間はね操作できるから僕。神なんだよな。リンナ。はい。ここは僕のオフィスさ。広いな。僕が社長なんだここ実は。すげえ、めっちゃ偉いやつだったんだ。嘘だけどね。嘘かい、不法侵入じゃねえか。これでな、上行けるんだよ。なるほど。まずね、閉めてね、ここ上にピッて押すと、ほら14階に行っただろ。あっという間だな。え、どこ行った？リンナ。あの、置いてかれた。そう、ここがな実はカフェになっててね。なるほど。とてもおしゃれな空間なんだ。おお。そしてこっから見る景色は、あ、これすごいわ。とてもいいだろ。絶景だね。けどここをちょっと壊した方が綺麗に見えるかもしれないわ。今オープンしてあげるよ。君のためだ、仕方ない。こいつすごいな。リンナ、夕日が綺麗だね。うわー、ブロッコリーがダメになってる、料理しようと思ったのに。いや、なんで向こうの調理の方見に行ったのかな。なるほどね。こいつでも全然関係ないんだね。いや違う、これは照れ隠しだよ。照れ隠し、照れ隠しか。実はリンナに言いたいことがあるんだけど。なんだい。おお、いい顔いい顔。いいぞ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 。これはこれはいい流れ来てる。告白のチャンス来てますよ。実は君のことが好きなんだ、付き合ってくれ。さ、頼む。嬉しい。ありがとう。来ました。来た。来ましたよこれ。やった。虚しくなってくるね。